中国の偽造靴市場をめぐり、絶え間ない戦いが繰り広げられています。アメリカ移民税関執行局は2月初め、中国の偽物靴産業について警告するファクトシートを発表しました。その中で2018年に連邦捜査官がナイキの偽造シューズを製造していたニューヨークの犯罪組織を摘発した事件を挙げています。当局は5人を逮捕しました。 犯罪組織はわずか2年半の間にコンテナ40本以上、40万足近くの偽造品を輸入していました。7000万ドル、約81億円以上の価値があります。連邦捜査官はニューヨークの倉庫で、それらの偽造品を見つけました。しかし、これは今に始まったことではありません。その10年ほど前に、ニューヨーク市警は30万足近くのナイキの偽造品を押収しました。3100万ドル、 約36億円以上の市場価値がありました。輸入書類に偽の情報が含まれていたため、スニーカーがどこから来たのかを特定するのは容易ではありません。しかし、アメリカ移民局の報道官は2010年に、おそらく中国の保電子、もしくはその付近だと述べていました。保電子は世界の偽造物の都と呼ばれています。中でも最もよく偽造されるものとして、ナイキ、 アディタス、ジョーダン、コンバース、スケッチャーズ、アグ、プーマなどのブランドがあります。保電市は中国南東部の福建省に位置し、海峡を挟んで台湾と向かい合っています。この小さな静かな町は夜になると活気が出始め、偽造靴の箱を運ぶ宅配便で賑わいます。宅配業者は偽造品を中間業者に届け、中間業者はそれを海外市場へ出荷します。 ある中国の推計によると、保電市には数千の偽造シューズメーカーと1万近くの中間業者の中継地点、数十万ものオンラインショップがあり、一晩の取引額は3100万ドル、約3億5000万円以上に達することもあるといいます。2010年にニューヨークタイムズの記者がディーラーを装い、保電市のある経営者に 二千族の偽造靴のアメリカ税関を通過させる方法を尋ねました。その答えは、保電子からは出さない。アメリカには通常、香港経由で出荷するので心配はいらない。いつもそうしているということでした。保電子は今や高級ブランド偽造品のシンボルとなっており、偽造靴は数十年前から作られています。今ではうまくできた偽物と本物を見分けるのも難しくなりました。 それらはスーパーコピーとして知られています。偽造靴製造業者は多くの場合、オリジナルメーカーの余った素材を使用します。従業員はその業界の達人であり、本物の靴の設計図を購入します。あるいは業界の経験者が本物の靴を購入し、それらを分解して偽物シューズのデザインを手に入れます。偽造品業界では靴を購入する際に、 販売者が請求書を提供することさえできるほど進んでいます。アメリカ税関国境警備局によると、2020年度に押収された偽造品の種類では、靴が3位にランクインしました。1年前より一つ順位を上げています。NTD ジャパンがお伝えしました。